こんばんは。こんばんは。こっちかな。こんばんは。こんばんは。皆さんぜひコメントもしてください。来てくれてありがとうございます。大丈夫かこんばんは。まだおさんこんばんは。来てくれてありがとうございます。今日も来てくれてありがとうございます。あ、できたかな。チャロンさんこんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。ただのりジョニーさん、ロックちゃんこんばんは。こんばんは。今日も来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日はツインテールにしてみました。どうですか、ツインテールにしてみました。あんまりツインテールしたことがなかったんですけど、ツインテールはってこの間言ってくださった方がいたのでツインテールにしてみました。野田さんかわいい、ありがとうございます。よかった、ツインテールしてみました。今日は1回目はツインテールでいきたいと思います。自己紹介をしたいと思います。エントリーナンバー6番のロックちゃんです。神奈川県出身の20歳で、身長は160センチの A 型です。お願いします。あとよかったらハッシュタグを昨日決めて、ハッシュタグロックちゃんになったので、これもよかったら皆さん使ってみてください。お願いします。どんどん皆さんコメントもしてください。ぜひぜひ。あ、特技はバドミントンと、バドミントンをやっていたので、腕相撲、あ、なんか筋肉つくじゃないですか、それで腕相撲が強くなりました。で、趣味はドラマと映画を見ることです。お願いします。コメントどんどんしてください、皆さん。と、あと自己紹介であんまり好きな食べ物とか言ってなかったなと思ったので、好きな食べ物はエビが好きです。あと卵かけご飯も好きです。卵かけご飯が好きです。あとは甘いものがめっちゃ好きですね。コンビニとか寄ったらいっぱい買っちゃいます。コンビニってダメですよね、寄ると買っちゃうからいっぱい。まもるさんこんばんは。寒いね、寒い、今日寒いですよね。来てくれてありがとうございます。今日寒いですね。今日はめっちゃ寒かった。もうでも12月ですもんね。今年はあったかい方なんですよね、これ。でも寒い、今日は寒かったですね。まもるさん TKG、 そうです、 TKG 卵かけご飯美味しいですよね。なんかちょっとお腹すいたなみたいな、食べたいなって思ったら卵かけご飯を食べちゃいます。ご飯だし食べちゃいますね。卵かけご飯好きです。好きな食べ物。なべちゃんさんこんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。まもるさん、お腹空いてるときコンビニ行くのは危険。そうですよね、コンビニ。でもなん
なんかちょっと食べたいなってコンビニ行っちゃいますね。結構コンビニ買っちゃいますね。食べ物ばっかり買っちゃって、あと飲み物、好きな飲み物はなんか季節によって飲みたくなる飲み物が違くて夏はオレンジジュースを飲みたくなるんですよ。毎回オレンジジュース買っちゃうんですよ。で今とか冬の時期は絶対ミルクティーを買っちゃいます。ミルクティー買っちゃうんですよ。なんか季節によって変わりますよね、飲みたいものも。夏はさっぱりしたジュース飲みたくなるし、冬は甘いのが恋しくなりますねなりますね。だからなんか高校生の時もいつも夏、部活の時とか夏はオレンジジュース、冬はミルクティーってもうやってたんで、友達もみんなどうせミルクティーでしょみたいな感じでした。決まってきちゃうんですよね。なんか偏ってるんですかね。好きなものばっかり食べちゃいますね。いろんなものに手を出せないというか、気に入ったものばっかり選んじゃいますね。皆さんどうですか。皆さんは何が好きですか。食べ物、おすすめの食べ物、おすすめの食べ物ありますか。好きな食べ物みたいな、皆さんがミルクティー、まもるさんミルクティーは星、おすすめ星になって何だろう、星ミルクティーいつも飲んじゃうのはリプトンのやつですね。パックのジュース飲んじゃいますね。ミルクティー、なんかこれ大丈夫ですか、ツインテールなんかいつも本当にしないから違和感しかなくて、ツインテール、どこがミルクティーのどこかってことですかあ、ココポンさん、あ、ツインテールだ、あ、そうです、ココポンさんツインテールにしてみました。どうですか、ちょっと高めのはちょっと挑戦だったんで、今日ここのツインテールにしてみました。見に来てくれてありがとうございます。ツインテールにしたんですよ今日は。コメント皆さん、なんか何でもいいですよ。なんかどう何でも何でも。のぞみ号さん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございますかわいいなと、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。何しようかな、今日は皆さん何をしてたんですか。日曜日エメラルドさん、チコちゃんこんばんは、チコちゃんって、チコちゃんは何番の方でしたっけ。次かな、 8?7 は違う、8とかかな、チコちゃんって方、あれ違かったっけ私はちなみにロックちゃんです。6番なんで、ちなみにタラさん、好きな国はどこですか。国ですか。え、なんか旅行、海外に行ったことがないんですよね。旅行で海外行ったことありますか。皆さんありますよね、きっと。飛行機に乗ったことがあるのも高3の時の
高3でね、高2の時の修学旅行の時に沖縄に行った時に、あの一回飛行機に乗ったくらいで、乗ったことないですよ、一回しか飛行機。あ、でもなんかお母さんがめっちゃ韓国に行きたいみたいな最近言ってて、一緒に行こうってずっと言われてます。韓国、韓国近いのかな、なんかめっちゃ行きたいって言ってますね。韓国行きたいですね。でもどっか逆におすすめ、おすすめの国とかありますか？国、旅行とか皆さんよく行けますか？旅行、旅行どういうとこ行きますか？日本が国内だったら、この間お母さんと2人で大阪京都の旅行に行きました。2泊3日お母さんと2人でずっと楽しかったですね。ちょっと待って、 ありがとうございます、いっぱいコメントしてくれて嬉しいです。ただのりのりで、チコちゃんは8番ちゃん、そうですよね、8番ちゃんだ。二次審査の時一緒でした、8番ちゃん、あれがグループが。プップジジさん、ロックちゃん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます、来てくれて今日も。こんばんは、うん、さん、あらら、そうなんですよ、行ったことないんですよね。ありますか海外？あ、海外、富士山、あ、2つ結びしてる、かわいいやんか。本当ですか、かわいいですか。今日なんかツインテールで、明日ツインテールでやるって言ってたんで、やってみたいんですけど、結構人生初、ちっちゃい時、でもちっちゃい時は髪の毛がショートだったので、多分結構本当に初ぐらいのレベルのツインテールなので、めちゃめちゃ不安だったんですけど、大丈夫ですかね。ありがとうございます。エメラルドさん、間違えました間違えました、私はロックちゃんなんで、一応名前覚えてください、よかったら。で、私のところも来てくれると嬉しいです。たこ焼きさん、ロックテーンすごいことになってますね、この辺が。ありがとうございます、今日も来てくれて、たこ焼きさん、ありがとうございます、来てくれてありがとうございます。金田一さん、こんばんは、こんばんは、今日も来てくれてありがとうございます。和田尾さん、バリ島がおすすめ。あ、バリ島、バリ島って何でしたっけ、ハワイみたいなところでしたっけ。日本語通じますか？あ、通じないか。なんかハワイとかって日本語ちょっと通じるみたいな言いますよね。英語喋れないんですよね。ハローとかはいけるんですけど。バリ島か、いいですね。なんか南国行きたいですね。海外行ってみたいですね。でもなんか日本語が通じないってちょっと怖いイメージ。ひだりさん、ツインテールかわいい、ありがとうございます。大丈夫ですか、ツインテール、二十歳ツインテールしてみました。和田尾さん、東南アジアのリゾートに行くのが趣味。あ、そうなんですか、え、趣味なんですか、すごい。え、よく行くんですか。東南アジアってどの辺ですか。東南アジア、東南、え、どういうところ行くんですか。東南アジアの趣味、それすごい、旅行が趣味ってことですか、すごい。トラさん、僕は1年前にオーストラリアのケアンズに2週間行きました。オーストラリアもいいですね。オーストラリアって海が綺麗ですよね。あれ、なんかコアラとか、いや、オーストラリアいいな。なんかお姉ちゃんめっちゃオーストラリアに行きたいって言う、私も行きたいですね、オーストラリア。あの、これ下の方にこうペンってある島ですよね、オーストラリアって。2週間も行っていいですね。なんかこっちの世界を忘れそう。僕は1年、あ、違う、こう読んだ、すいません。まもるさん、おー、京都いいね、何食べた。京都めっちゃ良かったです、なんか癒されましたね。何食べた、なんか
何食べたっけな。でもなんか前なんでなんかいろんなとこ行ったんですよね。何食べたかな。1日目なんかお母さんがなんか川の横みたいなところで食べるのを予約してくれてて、なんかすごいすごいちゃんとしたなんか和食みたいなやつ食べました。京都でなんかあと川下りみたいなやつあるじゃないですか。あれも初めて乗って、なんかめっちゃ勢いとかすごくて川を岩にぶつかりそうになるんですよ。でもぶつからないんですよ。川下りがすごい楽しかったです。あと初めて人力車にも乗りました、京都で。でなんか歴史を教えてくれましたね。京都めっちゃいいですね。なんか浴衣と、浴衣じゃないや、何でしたっけ、着物とかも着てみたかったですね。でもお母さんと2人だったから着物じゃなかったですね。でも何したかなと、あとユニバ USJ も行きました。たこ焼きさん、かわいみ、チュインテールそうです、ツインテールにしました。いいですかね、ツインテール大丈夫ですかね。まもるさん、こんなツインテール似合うのにもったいない。本当ですか。またまたなんかあったらツインテールがしたいですね。ツインテールでもなんか本当に普段遊ぶみたいな時はツインテールしなかったですね、今まで。今日でもできてよかったです。嬉しいですね。なんか初の髪型って嬉しいですよね。にゃっさんさん、ウインクして、ウインクして、ウインクしてって結構言われるんですけど、ウインクがあんまりできないんですけど、一応やってみます。いきますいきます。どうですかなんか両目つぶっちゃうんですよね。こっちの目もつぶってますよね、これじゃウインクって難しいですね、やり方。なんかでもウインクってやり方とか調べてもできないんです、できないですよね難しい。練習します、ウインク。プップジジさん、めっちゃ可愛くて美人さん、ありがとうございます。もう褒めてくれると本当に嬉しいですね、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。マダオさん、日本語はダメだけど英語なら OK。 あ、そうなんですか。日本語やっぱ通じないですよね、海外ですもんね。英語か、英語か、最低限の英語が喋れれば大丈夫ですよね。なんか Please みたいな、 This is please みたいな感じだったら大丈夫ですかね行ってみたいですね、めっちゃ。あ、すごい大量に星が飛んでる、いっぱいビヨーンって。ありがとうございます。近代さん、南国リゾートいいね、いいですね、行きたいですね、南国リゾート。なんか海が綺麗なところとか行きたいですね。最近自然を浴びたいですね。だからなんか日本の行ったことない県とかでも行きたい、旅行に行きたくなりますね。なんか北海道とかも行ったことなくて行ってみたいんですよ。でも今冬だからめちゃめちゃ寒いですよね、雪降っちゃいますよね。北海道食べ物が美味しいじゃないですか。北海道行きたいですね。旅行いいな、旅行。マダオさん、バリ、プーケット、ランカウイセブ、おお、すごい。こんなに、セブってセブ島みたいなやつですか。すごいいいな、旅行。しかも海外にそんなに行くって、英語ペラペラなんですか。英語じゃないよ、もしかして。英語ですよね、英語でペラペラいけるんですか、会話。でもそうですよね、いろんな国行ってたらきっと英語も達者に、達者喋れるようになりますよね。
すごいいいな、海外旅行行きたいですね。行ったことないんですけど。まもるさん、今日のコーディネートはどんな感じ？今日はですね、パーカーです。黒い、ちょっと中はシャツを着てみました。こういう中シャツで、これも GU でなんか700円ぐらいだった気が。下はチェックのズボンですね。今日はちゃんとズボン履いてますね。こういう感じです。ラダーさん、京都いいね。京都いいですよね。京都も行きますか？日本旅行、うん、国内旅行も結構行ったりしますか？いいですよね。なんかそうだ、京都に行こうみたいな CM 見ると行きたくなりません？京都ってめっちゃ行きたいなと思っちゃいますね。おまるさん、お母さんやるな、バッチリ手配してる。そうなんですよ、お母さんすごい計画的な人で、計画的な人なんで、すごいなんかここに行ってここに行ってここにするっていうのをもう前々から言われて、でなんか行きたいところあったらどっか行くみたいなの聞かれたんですけど、もうお母さんが考えてるプランでもパンパンだったんでそこを巡ったって感じですね。バッチリバッチリやる人です、お母さん。マスクさん、こんにちは。こんにちは、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。 STU さん、48さん、こんばんは。こんばんは、今日も来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。のぞみ号さん、 HKT 田中なつみちゃんに似てない。あ、本当ですか？似てますか？ツインテール関係ないですかね。これなんて、福岡しげるさん、福岡しげるさんで合ってますか？歌とダンスならどちらが自信ありますか？歌とダンスか。一応ダンスは高校生の時に3年間部活で入ってたんですけど、でもなんか先生がいない部活で自分たちでなんか鏡とか見て振りとか考えてやるみたいな、ちょっと同好会みたいな感じですかね。なんかそうなんですよ、振り担当の先生はいたんですけど、顧問の先生はいたんですけど、教えてくれる先生はいなくて、自分たちでって感じだったんですよ、ダンスは。なんか一応基礎みたいな練習とかはしたんで、ダンスも一応やってたんですけど、歌はでもなんかちっちゃい時はめっちゃオンチだったねってお母さんに言われます。最近言われました。今は多分そんなことはないと思うんですけど、でもなんか小学生の時に合唱団に入って、そこで多分ちょっと音が取れるようになってって感じですね。どっち好きなのは、どっちも好きですね。歌もダンスも好きなんですよ。カラオケとかも行くし、でもなんか、あ、そう、ダンスめっちゃ好きなんですけど、なんか記憶力覚えるのがちょっと遅いんですよ。踊れるようになっちゃえばめっちゃダンスが好きなんですけど、記憶力がちょっとすごい、もうちゃんと教え振りこれってやって自分で一回やってじゃないとなんかできないので、ちょっと覚えがあんまり良くないみたいなんですよね。どっちも好きですね。自信があるのは、自信か、ダンスかな。勝則さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日はツインテールにしました。来てくれてありがとうございます。マモールさん、韓国に行くことになってもお母さんプランでバッ
っちりだね。そうなんですよ。もうだって言ってました、さっきも。なんかお母さん毎日言うんですよね、韓国だからねみたいな。でももう全部なんかやってくれるんで、お母さんそれについていくだけですね。でもなんか韓国行くときはお姉ちゃんも一緒に行けるみたいで、この間お姉ちゃん一緒に行けなかったんですけど、嬉しいですね、お姉ちゃんも一緒に行けるの。ココポンさん、低めやけどよし。あ、大丈夫ですか、よし許してくれますか、この低めで。ちょっとこの辺とかとちょっと高かった、高いかなと思っちゃって、低めにして。あ、ちょっとなんか変か、低めツインテール。福岡茂さん、回答ありがとう、ダンスが得意ということでいいかな。あ、そうですね、そういうことにします。すごい上手な、上手とかじゃないんですけど好きです、ダンス。プジジさん、全身みたいな、あ、全身、壁なんですよ、ここが普通のパーカーですよね。全身は難しい、全身見せるのって難しい。この辺で喋れたらいいんですけどね、なんかコメント読もうと思うと結構近くなっちゃうんですよ。このぐらいがいいですよね、本当は距離感。そんなことないですか、こんなになっちゃうんですよ、コメント見ようとすると。ちょっと遠いぐらいがいいですよね、ちょっと近くなっちゃう。サッカッチさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくれて。今日はツインテールです。ココポンさん、高めだったらお揃いなのに。あ、本当だ、あ、そうだ、今日ツインテールするって言ってましたよね、握手会全役って言ってましたよね、ココポンさん。ちょっとどんぐらいですか、こんぐらいの高さですか、ちょっと低かったか。でもツインテールはお揃いですよ。ツインテールお揃い。さとけんさん、また来ました、ありがとうございます、来てくれて嬉しいです。ちょっと今日前髪がちょっと不調ですかね、そんなことないですか。あ、やっぱお腹鳴っちゃった。また来ました、ありがとうございます、本当に。ココポンさん、ワンピースちゃうの、かわいい。ワンピースじゃないですよ、でも結構長めの、あ、危ない、長めのちょっと大きめのトレーナーです、これ。 GU で安かったんですよ。ワンピースぐらいになるやつかわいいですよね、あのパーカーとかダボットみたいな、そこまでの長さはないんですけどね。服装とかどういうのが好きなのか、皆さんパーカーとかですか、やっぱり、それともピンクとかですか、服装。ププジーさん、無理ならいいよ、ありがとう、すいません、どうやって全身を映しそうなんですよ、ごめんなさい。壁があるんですよ。まもるさん、お姉さんいるんだね、何人兄弟。2人です、お姉さんは2つ上です、2つ上のお姉ちゃんがいます。優しいんですよね、お姉ちゃん、結構仲良しです。さとけんさん、ひらがな感があっていい。あ、本当ですか、ひらがなけやきさんかな、違うかな、ひらがなけやきさん好きですね、めっちゃ。違うかな。ねむこさん、口笛吹けますか、なんか前も口笛のあった気がする、ふーってこの間もやった気がしますね。口笛難しいですよね、口笛、ふーカスカスの口笛みたいになっちゃいますね。口笛でも口笛とかってめっちゃ小学生の時とか練習しません？なんかいろんな小学生流行ると練習した気が
その時は老けたんですけどね。今ちょっと口笛難しいですよね。まもるさん、女の子の大きめパーカーにはみんな弱いんじゃないかな。そうですよね、きっと。大きめパーカーとか今めちゃめちゃ流行ってますもんね。大きめのパーカー、こういうフードついてるやつとか可愛いですよね。可愛いなあ、またお腹鳴っちゃった。可愛いなと思って買いたいですね。洋服買いたいですね。ダボダボパーカーか。もっちぷーさん、こんばんは。こんばんは。ツインテ可愛すぎ。ありがとうございます。すいません、ツインテールなんかしてみました。ツインテール大丈夫ですかね。めっちゃさっきから大丈夫ですかねって聞いちゃってる。ちょっと不安で、ツインテール初ツインテールなんですよ多分人生で。髪の毛がこんなに長いのが今が一番長くて、ツインテール。そうなんですよね。どんどん皆さんコメントしてくださいね、お願いします。1418人ありがとうございます。1418人、ありがとうございます。サカッチさん、めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。ツインテール大丈夫でしたか。ありがとうございます。一応、あ、なんだこれは、お花、お花、これなんて言うんですか、花束ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆたかさん、初めて見に来たけど個人的にさや姉とあきちゃ足したような顔に見える美人さんです。ありがとうございます。初めて見に来てくださってありがとうございます。美人さんですねって、本当にすいません、ありがとうございます。あきちゃさん、この間もコメントで言っていただきました。本当に恐縮なんですけど、ありがとうございます。さや姉さん卒業ですもんね。歌がすごい上手ですよね。かわいいし。ププジーさん、ロックちゃん家事できる。家事はあんまりやらないです。家事掃除機とかはたまにやりますね。洗濯物を入れるとか。料理があんまりできないんですよ。料理できる方がいいですよね絶対。料理の勉強をしたいです。料理できる女子いいですよねきっと。そんな、そうですよね、料理勉強したいですね。家事やらなきゃな。もう二十歳なんで一応。あ、お腹鳴っちゃった。佐藤健さん、そう、推しに似てて初めて見てドキッとした。あ、本当ですか。佐藤健さんはひらがな推しなんですか。ひらがなのあの渡辺美穂さんが好きです。藤井さん、名古屋には一人で来るんじゃないの、大丈夫。あ、そうなんですよ、やばいですよね、不安ですよね。料理が不安ですよね一番。なんか火とかこうつけるのも危ないって言われますお母さん。でもそうですよね、行くまでにちゃんと練習しないと、家事とかできるように。佐藤健さん、ベミホ把握しました。主は主合ってますか、漢字の読み方。加藤氏に似たら、本当ですか、加藤志保さんですか。なんかこの間もこうやってくるくる髪型ですかね。加藤志保さんって言っていただいて本当にすいません、ありがとうございます。
渡辺美穂さん写真集出しますよね。欲しいんですよ。加藤志保さんも結構髪の毛が茶髪だったりしますよね。豊さん、カップ麺だけだと体壊すからね。そうですよね、カップ麺、カップ麺は作れるんですけど、お湯を沸かすだけだから。ここに蒙古タンメンがあって、さっきからずっと食べたいなって思ってるんですよね。これ蒙古タンメン、これ出しちゃダメなんですかね。蒙古タンメン、辛いの、あんまり辛いのは無理なんですけど、そこそこに辛いのが好きで食べたいんですよ。これマダムさん、そう言われると加藤志保に似てるね。あ、本当ですか、すいません、本当にそれは恐れ多くて、本当にすいません、ありがとうございます、褒めてくれてありがとうございます。ぷぷじさん、まあうまい先輩もうまくない先輩もいるからな。ロックちゃんはどっちになるかな、どっちになりますかね。でも生活してたらできるようになるのかな。そんなことないですか、ちょっとそれはそんなことないですよね。掃除はできると思います掃除機とか、あと家事、洗濯機をピッてスタートみたいなのをしたことしかない。洗濯もちゃんとできなきゃいけないですよね。干すことはあるんですけど、どっちになるかな。中本、あ、そうですそうです、中本も、あ、そうですそうですそうです。なんかもっと辛いのもありますよね。北極でしたっけ、なんか昨日お母さんに言われたんですよね。それは無理でしたね。佐々木さん、うちにもある蒙古タンメン常に3個。本当ですか、常に3個あるんですか。食べるってことですか、蒙古タンメン。よくなんか不意にやりますよね、蒙古タンメン食べたいっていう時。でもセブンにしか売ってないんでしたっけ、蒙古タンメンって。食べたい。プップジーさん、カップ麺の蒙古タンメンは美味しすぎる。そうですよね、美味しすぎますよね、食べたい。麺、ラーメン美味しいですよね。ラーメン前、この間初めて一蘭のラーメンを食べて、めちゃめちゃ美味しくて、ラーメンって美味しいですよね。畑健さん、麺を食べた後に温かいご飯を入れるんだよね、偏見あれ入れてるんですか、あの汁の中にってことですか。なんて言うんでしたっけ、スープかスープの中に食べ終わった後ご飯入れる派なんですか。あの味噌汁にご飯入れるみたいなやつもありますもんね。あったかい、あったかい、そんな、やってみようかな、あったかいご飯。さとけんさん、多分セブンイレブン限定だね。あ、セブンイレブン限定ですよね、セブンイレブンマークが書いてあります。ゆたかさん、普段カップ麺食べないけど、なんだ、あ、SK コラボカップ麺は買って食べた。あ、そうなんですね、コラボすごいですね、コラボ顔が乗っちゃうカップ麺コラボすごい和田さん、辛いのは北極かな。北極が辛いんですよね、北極ラーメンみたいな、この蒙古タンメンより辛いみたいな。食べれますか、それも。佐藤健さん、ライス入れるの恥ずかしいライス入れてみようかな、蒙古タンメンに。あれあるかな、タイってあるかな、ライス。なんか前髪がやばいあ、やばい、蒙古タンメン、蒙古タンメントークしちゃったね
も結構あれで、本当にミルクティーが好きっていう話をしたじゃないですか。なんか何でしたっけなんかお味噌汁とか、あのおでんとか、なんかすごい和なやつでも、和のご飯とかでも、なんか何でもミルクティーを飲んじゃいますね。それにミルクティーでいいのみたいなものも、ミルクティー、なんか飲み物をジュースばっかり飲んじゃうんですよ。やばいですよね、糖分が。水とかお茶とかなんかいいですよね。何でもミルクティー飲んじゃうんですよ最近。もう大きいやつすぐ飲み干しちゃいます。あとけな、蒙古タンメントーク、意外にアイドル麺、それあ、そうなんですか。皆さんやっぱり好きなんですね、蒙古タンメンが。よかった、蒙古タンメン好きな方多いですよね。みんな蒙古タンメン買って帰ろうみたいなプジジーさん、ブブシャンって言っちゃった、すいません。ブブジジーさん、お茶嫌い、お茶あんま好きじゃないけど、今日はお茶が置いてあります。麦茶が。喉乾いた。飲もうかなっていう。麦茶です、今日一応。本当にでも結構久しぶりの麦茶。なんか飲み干しちゃうとジュースがなくなっちゃうんですよ。水を本当に飲まないですね。結構水、あの外とか行って飲み物買おうってなって水買う方とか多いじゃないですか。水を買わないんですよ絶対。だったらなんかお茶にしちゃいますね。藤井さん、ゴーゴーティーのミルクかな。ゴーゴーティーも好きなんですけど、リプトンが好きですパックの。はさけさん、まさか1リットルのやつ、1リットルのやつじゃないかですよね。あのパックです、パックの長いやつ。てかもうこのちっちゃいやつとかは本当に 2,30 分で飲んじゃうんですよ。15分とか、なんかバイトとかの休憩の時とか買ったら15分で飲んじゃいますね、ちっちゃいやつは。サカッチさん、あ、これなんて言うんだっけ、辛ラーメン、は辛ラーメンでしたっけ、それ読み方合ってますかね。はです、も食べたことありますよ。なんかちっちゃい時から、それもまたお母さんの話になっちゃうんですけど、お母さんも辛いのが好きで常に常備してありました、ちっちゃい時は。それで食べたりしてましたね一緒に。佐藤健さん、水嫌いアイドルもいる。あ、本当ですか。結構あるあるなんですね、水嫌いアイドルさん。水飲まない方もいますよね。なんかでも水にも種類があるみたいな、この水が好きみたいな方もいません。水沼ってさん、ヤッホーヤッホー、来てくれて今日もありがとうございます。今日も来てくれて嬉しい。サカッチさん、ダンスしてる時って水分補給、水じゃない。そうですよねでも高校ダンス部だったんですけど、さっきも言ったか、その時もジュースでしたね。水ですよね普通は。なんかあれですよね、運動してジュースを飲むとなんか余計喉乾くみたいな言う人もいるじゃないですかでもなんか逆に水だと喉乾いちゃうみたいなちょっと変なんですよね。だからジュースを飲んじゃうんです。ナトケンさん、それ1リットルのやつで、あ、そうなん、あ、やっぱり長いパックは1リットルか。1リットル飲んじゃいます。じゃあなんかまた、あ、多分あれだ、今日、あ、さっきお母さんがクリスマスツリーを家に作ってたんですよ。ここの横にいて、クリスマスツリー見えるかな、ここに、あー、クリスマスツリーが
横に。あ、これ変なっちゃった？大丈夫かな？クリスマスツリーですよ、もうここにもサンタさんがいるんですけど、一応12月だからクリスマスツリーですよ、もう早い、1年って早い。ハトケンさん、マスカットティー好き。マスカットティー、マスカットティーありますよね。マスカットティーもあんまり飲んだことないな。なんかミルクティーとストレートティーが多いですね。ティーだったらマスカットティー、いろんなでも果物のティーありますよね。アップルティーとかピーチティーとか。さすがにさ、おお、おお、そうなんですよ。クリスマスは毎年ツリーがいます。早いですね、本当に。ミルクティー vs マスカットティー、あ、vs ですね。皆さんミルクティー派ですか、マスカットティー派ですか？見てくれてる方、皆さん何ティー派とかありますか？ティーティー、あ、ティーみたいなやつありますよね今。ティーティー、皆さんどういうの、何ティーを飲みますか？ミルクティー派ですか、マスカットティー派ですか？サカッチさん、ミルクティーは何派ですか？僕は紅茶家電派です。あ、リプトンです。でもホットのミルクティーを飲むときは、あの紅茶家電飲みます。でもリプトンが好きなんですよね。飲みません？リプトン。マダワさん、チャイティーって何ですか？チャイナ、中国のティーですか？チャイティー。沼津さん、ミルクティー派です。 1.5 リットル常に常備。あ、一緒みたいな感じですね。私も大きいパックの1リットルかな、さっき教えてくれた1リットルのリプトンのパックジュースあります、いつも。もうなんかなくなるのが嫌だから買っちゃいますね。一緒ですね、常に常備して。サカッチさん、午後の紅茶のストレートティー派。ストレートティー派ですか？ストレートティーも美味しいですよね。甘いですよね、午後ティーのストレートティーって。サトケンさん、さらにリプトン vs 紅茶家電。リプトン vs 紅茶家電、皆さんどちらが多いですか？やっぱリプトンじゃないですか？そんなことないですか？プープーディーさん、午後レモンティー派。午後ティーのレモンってことですね。うん、レモンティーもあんま飲まないな。レモンティーいいですね。レモンティー、レモンティー派なんですね。マダワさん、インドのミルクティーがチャイティー。あ、そうなんですか、インドのミルクティー。なんか本当に詳しいですね、海外のこととか。インドのミルクティーか。え、日本でインドのミルクティーって飲めますか？チャイティー飲めないか、インドのですもんね。あ、待って、プペジさん、チャイティーはスタバで飲む。あ、そうなん、スタバにあるんですか？あ、そうなんですね、スタバにあるんですね、チャイティー。スタバ抹茶ばっかり飲んじゃいますね、スタバ行ったら。あとはこの間、あ、帰り、名古屋の2時の時の帰りもスタバを飲んで帰りましたね。あの限定のいちごのやつを飲んで帰りました。たまにスタバもしょっちゅう行かない、ちょっと高いですよね、500-600円。金、あ、どっちだ、これはペーか、なんか点々が、すいません、なんか金平さん、お下げの髪型似合ってますね、フォローしました、ありがとうございます。お下げ、今日初お下げなんですよ。大丈夫ですかね、ありがとうございます、フォローしてくれて嬉しいな、ありがとうございます。
さっとけんさん、今マックだけど帰りに紅茶買って帰るわ。ぜひ買って帰ってください。紅茶リプトンのミルクティーですよ、おすすめは。さっとけんさん、紅茶は体は温まるか。あ、ホットか。ホットは紅茶家電ですよね。いいですね、ホットホット飲みたくなってきた。今日めちゃめちゃ寒いですもんね。もう冬だっていう寒さ。さかっちさん、コンビニで紅茶家電を見つけた時の至福感で合ってますか？ん、幸福感。え、ちょっとすみません、本当にたまらないです。わかります。なかった時ですよね。でも一番なんかリプトンない時あるんですよ、コンビニあのパック。本当になんてないんだと思います、帰り。でももうそこのコンビニは寄らないですねリプトンがないんですよ、毎回行っても。銀平さん合ってますよね、合ってます。銀平さんですね、林家ペイのペイです。あ、ペイさん、ペイですよね、銀平さん。林家ペイの銀平さん。サトケンさん、マグカップに入れてチンやで。あー、エリプトンをマグカップに入れてチンすればあったかくなるのか。確かに、やろう。もうあとでも今日さっき飲んでたやつもうあとちょっとしかないんですよね、ミルクティー。銀平さん、のし。のしって結構どういう、はいっていう意味とかですか？あ、違うのかなあ、2042人もありがとうございます。一応もう一回自己紹介しようかな。自己紹介、今日見に来てくださった方とかも、初めて見に来てくださった方とかもいると思うので、もう一回自己紹介をさせてもらいます。エントリーナンバー6番のニックネームがロックちゃんです。神奈川県出身の20歳です。身長が160センチで A 型です。お願いします。12月仕様なんです。昨日からサンタさんがいます。で、あ、やばい、取れてきちゃうかな。特技がバドミントンで、バドミントンやってたんでなんか腕相撲強くなりました。バドミントンやるとこう右の筋肉だけ強くなるんですよ。だから右だけ腕相撲が強いですと思ってます。結構趣味はドラマと映画を見ることです。なんかこの間ドラマ、今やってるドラマ今日から俺はが好きっていう話をしたんですよ。したじゃないですか。今日日曜日ですよね。しかも10時半からで見れる時間だから録画もしてあるんですけど見ますね。楽しみですね。今日は夜の楽しみ、今日から俺はを見ます。さとけんさん、メモしてください。ぜひ覚えてください。神奈川県出身多いんですかね、今回9期神奈川県ですあ、富士さん、ファントミ見たって話したじゃないですか。まだ見れてないんですよ、本当に。でも夜帰ってきてとか夜とか見ると次の日起きれなくなっちゃうじゃないですか。だから見れてないんです。録画してあります。面白かったですか？あ、ドラマの方じゃない、今新しいのやってますよね、映画。ドラマじゃないや、テレビでやってましたよね。テレビのまだ見てないんですよ。サトケンさん、ファンタうまいよね。グレープ味。ファンタの話じゃないですよ。
ファンタスティックビーストですよ。ファンタはでも美味しいですね。グレープ味、グレープ味かオレンジスカッシュみたいな。オレンジですよね、やっぱり。グレープ派ですか？ファンタじゃない。ブリさん、テレビでやってた一作目。あ、そうですよね。6、この間話した。まだ見れてないんですよ。録画はしてあります。面白かったですか？ファンタスティック、ファンタスティックビースト。ハトケンさん、グハ。そうですよ。ファンタスティックビーストですよ。見ましたか？富士さん、ハリーポッター感は薄かった。あ、薄いんですか？へえ。ハリーポッターすごいですよね、本当に。あのユニバの、あ、そう、この間ユニバに行ったっていう、お母さんとユニバに行ったっていう話をさっきしたじゃないですか。の、あのユニバのハリーポッターの乗り物あるじゃないですか。あれに初めて乗ったんですよ。まあ、そうなんですよ。初めてユニバに行ったので。あ、違う、中3の時に、中学生の修学旅行で行ったんだ、大阪。でもその時はなかったんですよね。初めてハリーポッター乗って、めっちゃすごくて感動しました。ハリーポッターの乗り物。ユニバ行きますか皆さん、ユニバ。うん、結構良かった。あ、良かった、見たい、見たいな。ファンタスティックビースト見たい、早く見たい、気になる。ハトケンさん、見たことない、見たことない、見ましょう。私もまだ見てないです。ハトケンさん、絶叫マシーン、顔の写真撮られるんだっけ。撮られてますけ、あれでも多いですよね。ディズニーとかも顔の写真を撮られる。あ、ディズニーで思い出した。この間初めて C のあのタワーオブテラーに乗ったんですよ。人生で初めてタワーオブテラーに乗ったら無理でした。もう乗らないと思いました。タワーオブテラー怖くないですか？絶叫はダメなんで、なんか絶叫乗れる方が絶対いいですよね。楽しめる遊園地を。絶叫は乗れなかった。ふえさん、朝早い。あ、そうなんですよ。朝早い日もあるんですよ。最近でも今日とかも早くて見れてない、見れてない。サカッチさん、ハリポタの時と同じ魔法を出てくるから違う楽しみ方もできる。あ、そうなんですか。何でしたっけ。ありますよね。なんか一つだけわかる。あんま覚えられないんですけどね、魔法とか。やばい、トリックアトリートしか出てこない。何でしたっけ。ありますよね、有名なやつ。ハリーポッターも面白いですね。映画館でも見たことない、テレビでやってると見ちゃうっていうぐらいなんですけど。あ、やばい、変なっちゃった。佐藤健さん、千葉県へようこそ。千葉県民なんですか。千葉県に行きました、ディズニーなんで。エクスペリ、あ、エクスペクトパトローナムみたいなやつありませんでしたっけ。あれ違うかな。エクスペリア、エクスペリアはなんか携帯の機種じゃなかったでしたっけ。エクスペクトパトロー、パトローナムみたいなのありますよね。でもいいですよね、なんか魔法の世界、現実離れしてて。あと1時間かな。2276人、ありがとうございます。皆さんよかったらフォローもお願いします。フォローよかったらお願いします。何しようかな。あ、これなんて読むんだ。
おつさんですか漢字が合ってますか。初見です、ありがとうございます、来てくれて。ちょ、キュウキかわいすぎんか、わかります。キュウキの皆さん、なんか美人な方もかわいい方もすごい多いですよね。たまにみんなのショームルーム見ちゃってます。行ってみちゃいますね。かわいい方多いですよね。でも2時のあの会場とかでこう一時面接もあやばいよかったみたいな、すごい嬉しいって言ってみんなで喋りましたね。でもうその時のみんなの可愛さが可愛い、しかもみんな若くてって思っちゃいましたね。梅地さん、一番好きな映画何？映画、この映画もなんか映画本当にいろんな種類ありますよね。なんか青春ものみたいな、ちはやふるとか、広瀬すずさん可愛すぎるとか、何いるかな映画。あれ見ましたね、この間サイキクスオのみたいな、面白かったです。めっちゃ橋本環奈さんが、今日から俺はもうそうじゃないですか、橋本環奈さんがすごいですね、可愛いのに見ちゃいます。映画おすすめありますか。逆にこの映画おすすめだよっていうのを聞かせてください。いろんなの見たいなって思って。おっさんフォローしました、ありがとうございます。フォローしてくれてありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいフォロー。皆さんもよかったらポチッとしちゃってください。佐藤健さん、あっという間の1時間本当ですね、あっという間の1時間。なんか初日本当になんか緊張して、初めてのショールーム乗ってなんかあれだったんですけど、今日はすごいもう皆さん嬉しい、コメントもしてくれるし、1時間あっという間に感じる。光が飛んじゃう、大丈夫か。あっという間の1時間本当ですね。マダムさん、エクスペクトパトローナム、それです、エクスペクトパトローナムです。あの杖欲しくなっちゃいましたね。でも高いんですよね杖。ユニバ全身あのハリポタのハリーポッターの格好で行ったりしたいですね。エクスペクトパトローナムですよね。ゴさん、ハテナがついてる、フォローしたんがありがとうございます。フォローしてくれてありがとうございます。あ、なんか黒が入ると光が飛んじゃうんですかね。ありがとうございます。ヤッシーさん、あなたも美しい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん可愛くて多いから大丈夫ですかね、ありがとうございます本当に。てっちゃんさん、はじめまして、はじめまして。あ、やばい、美人でびっくりしました。あ、ありがとうございます、すいません、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。あ、やばい、光が、ありがとうございます、びっくり、びっくり、私もびっくり、ありがとうございます。ハトケンさん、6番ちゃん落ちるとか考えられないけどな、もう頑張りたいですね、受かりたいですね。なんかここ変ですよね、大丈夫か、考えな、もうすぐ最終もこの後またあるので頑張ります。スターウォーズ、あ、スターウォーズか、スターウォーズってなんか長いんでしたっけ、何作みたいな、何作もありましたっけ、スターウォーズ違ういましたっけ。マダワさん、映画アイドル、映画アイドル、そうですよね。なんかこの間もそのまだ見れてなくて、神奈川県でやってるのところ一つ教えてもらったんですけど、なんか9時とか8時とか9時とかの時間帯のしかなくて、この期間はどうしても見れないですね。あとでもショールームもあともう折り返しますよね、あとちょっとしかないから、
その期間が終わったら見に来たいですね。8時とか9時とかだったんですよ。見たいんですよ。でもすいません、見れた。あ、これなんて読むんだ、英語でデルタさんかな、合ってますか読み方。かわいいって、ありがとうございます。合ってますか読み方、ありがとうございます。ジンさん、ジンさん、あら、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとなんかでもツインテール今日初めてなんですよ。あ、やばい、ツインテールです。大丈夫ですかね。里健さん、ニワトコの杖欲しい。そうです、ニワトコの杖みたいな、一番最後にこう折って捨てちゃったやつ、ハリーポッターさんが。あれ違いましたっけ、あれニワトコの杖みたいな欲しいですよね。杖持ってユニバ行きたくないですか。私だけですかね。あのマントみたいなのもあるじゃないですか。高いんですよ。でも高いからすぐは買えなくて、夢みたいな、夢ですね。ジンさん、声小さいですか声小さいですか。もうちょっと近づけてみたりして、声小さいですか、聞こえてますか。もうちょっと大きい声で喋った方がいいですね。タカッチさん、こんばんは。こんばんは、かわいいですね。タカッチ大好きって言って手を振って、タカッチ大好き、タカッチさん、タカッチでいいですか、タカッチ大好き恥ずかしいですね。大丈夫ですかねこれで。さっとけんさん、何作もある、頑張りき、頑張りき、そうですね、何作もありますよね。結構多い、長いですね、見たいですね。何作もある、なんだっけ、何作もありますね。スターウォーズ、スターウォーズ、スターウォーズ見たい。沼津さん、2500人超えた、本当だ、2588人、ありがとうございます。こっちダメだ、ありがとうございます。嬉しいな。さつけんさん、毎日出勤カバンに庭とこまで出勤カバンに入れるんですか。これ何って言われちゃいますよ、もし見られた、これどうしたのって。いや、しかも魔法出ない、出ない、出るのが欲しいですね、本当に魔法が。でも魔法が出たら出たら危ないですね、炎とか出ちゃって2500人、あ、625人、ありがとうございます。もう一回自己紹介をしようかな。これ見えますか、サンタさんもいます。エントリーナンバー6番のニックネームがロックちゃんです。神奈川県出身の20歳で、身長は160センチです。で、A 型です。特技がバドミントンを前、中学生の時かな、やってて、腕相撲がめっちゃ強くなりました。なんか運動神経は悪くないと思います。運動が好きです。陸上系が好きです。走るのが好きですね。なんか球技、バスケとか、あと、あ、水泳はできません。でも他の運動が好きです。陸上が好きです。で、趣味はドラマとか映画を見ることです。なので皆さん、ドラマとか映画、今やってるドラマとか今まで映画とかおすすめがあったらぜひ教えてください。で、あと、ハッシュタグロックちゃん、これもぜひよかったらつぶやいたり、ツイッターとかかな、宣伝してくれると嬉しいです。昨日決まりましたね、ロックちゃん、ぜひ。さとけんさん、プレゼントの時に使う、あ、プレゼントじゃない、間違えた、プレゼンの時に使うっていうプレゼンする時にこうやってやるってことですか、杖で
でもなんか普通にカバンの中に入ってたら何かわからなそうですよね。それがハリーポッターの杖なのかどうかもわからなさそう。そんなことないか。藤井さん、幅跳びとハードルはどちらが好き？あ、走り幅跳び、高校生の時なんか陸上大会で走り幅跳びを選んで3位でしたね。走り幅跳び結構得意な気がする。ハードルもでもやりますね。あ、やりました。足は結構遅くないと思ってるんで。でもあのハードルって怖いですね。こう足が引っかかってこけると怖いからちょっとそこで落ちちゃうけど、幅跳びが好きです。ハトケンさん、そんな感じそんな感じ、これ使うんですね。サカッチさん、木の枝入ってるよって言われるかも。そうですよね木の枝入ってるよって言われますよ、杖か分からず。木の枝持ってきたのみたいな、ちょっとやばい人みたいになっちゃいますね木の枝がカバンに入ってるって藤井さん、3位かっこいい。そうなんですよ、3位でした。走り幅跳び走るのが好きなんですよね。なんかあんまり速くなさそうとか結構言われるんですけど、小学生の時はと中学生の時はずっとリレーの選手に選ばれてましたし、高校も走りましたね、陸上大会でリレー。畑健さん、運転するからラジオで聞くね。ありがとうございます。ラジオでまで聞いてください。腐ってありがとうございます。運転気をつけてください。2736人、ありがとうございます。なんか星もいっぱい詰まってる。ありがとうございます。今は何しよう。あ、そうだ、13分か。さあ、ちょっとクリスマスツリーの話もしたじゃないですか。ちょっとあったんですよ、サンタ帽。これサンタ帽かぶってみてもいいですかサンタさんか、サンタさんばっかり、ここもサンタさんいるけど、サンタ帽があったんですね。あったっていうか沼田さん、いいね、いいですか。藤井さん、ぜひぜひ、いいですか、ちょっとかぶってみても。なんか前もコスプレ配信どうみたいな言っていただいて、でもなんかコスプレは NG っていうのが書いてあって、だから帽子だったら大丈夫かなと思ったんですけど、帽子、福岡しげるさん、サンタコスモみたい。あ、そうなんですよ、これでいいですかね。もっとモコモコのやつ買えばよかったかな。ちょっと早いけど、ちょっと結構早いですよね。まだ今日何日でしたっけ。あ、2日ですもんね、まだ。でも12月ってことで見たい。これどうやってかぶろう、どうやってかぶろう、見たい、ありがとうございます。見たいって言ってくれて、なんかもっとモコモコのやつ買えばよかったかな。どうですか、サンタさんのサンタ帽、こっちあったら可愛いかな。どうですか、どうですかっていうのは変かな。かぶってみました。高橋さん、超かわいいです。ありがとうございます。やった、いい感じですか。サンタさん、プブリさん、おおおお、どうですかいいですかこれ。あ、坂内さん、お花束ありがとうございます。すいません、竹久さん、サンタさんこんばんは。サンタさんですよ、こんばんは、サンタさんです。気が早いサンタさん、ここにもサンタさん、気が早すぎますね。ちょっと沼田さん、かわいい、かわいいって、本当にありがとうございます。大丈夫かな。野田さん、かわいいよって、ありがとうございます。やった、嬉しい。福岡しげるさん、わーいっていう絵文字ですかね、これ。わーい、
プジーさん、これは二つ結びがめっちゃ効いているのでは。本当ですか？二つ結びにサンタ帽っていい組み合わせですか？いい感じですかね。ポンポンが見えるといい感じかな。もうちょっとモコモコが良かったかな。大丈夫。そうなんさ、可愛いですね。受かったら絶対教えて。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いい感じですか、サンタさん。竹下さん、プレゼントください。プレゼントプレゼント、サンタさん、ここにもサンタさんいるんですが、トナカイとサンタさん、プレゼント、プレゼントプレゼント欲しいですよね。クリスマスプレゼント欲しいですよね。トナカイ、何つったか、コーラのおまけ去年って言ってました。やばい。う、トナカイさんいい感じですかね。これ大丈夫ですかね。ブイさん、かわいいセリフ的な、かわいいセリフ、かわいいセリフってなんだ。うーん、サンタさんだぞみたいなかわいいセリフってなんだろう。のまちゃん、スクショタイム、あ、スクショタイムとか、スクショタイム、どんなポーズがいいですかね。サンタさん、どうですかね。スクショタイム、どんなポーズがいいですかね。大丈夫ですか。竹下さん、サンタさんだぞ、サンタさんだぞ、斉藤さんだぞみたいな、何でしたっけみたいになっちゃったサンタさんです。可愛いセリフか、なんだろう。よかった、ちょっといい感じ、可愛いって言ってもらって嬉しいです。サンタさん、よかった。気の早いサンタさんです。わーい高っちさん、自分が思う一番可愛いポーズしてください。うー、可愛いポーズか、ハートとかですかね。ハートはちょっと微妙ですか。こっちのハートの方がいい。可愛いポーズってなんだ。ハート、やっぱりハートですか。ハート。プージーさん、投げキッスとかどう、どうすか、どうすかかな、これプレゼント。投げキッスですか。投げキッスって、投げキッスってピッてやるやつですね恥ずかしい、投げキッス恥ずかしいですね。ピッ投げキッスしましたよちょっとちゃんと、ピッチュッ高市さん、かわいいです、ありがとうございます。いい感じでしたかね。あ、お花、お花の、お花束、ありがとうございます。嬉しいな、お花、お花沼津さん、かわいい花した。あ、こっちを、こっちをた、なんかこっちを出すとこう光が反射して明るくなっちゃうんですよ。何ですかこの現象は。こっちだと平気なんですよ。なんでですかね。こっちに光があるからかな。藤井さん、ぎこちない、ぎこちなかった。藤井さん、かわいい、あ、よかった、大丈夫ですか今ので。ギリギリセーブで許してくれますかね。竹下さん、あら、かわいい、大丈夫でしたか。ギリギリセーフでしたか今のはマッチプーさん、照れてる感じはまたかい照れちゃいますね、一人で投げキッスなんてなかなか今までの人生でしない、初の、初投げキッスしたよ今のは投げキッス
そう。高橋さん、可愛い子には花束を渡せないって言って育てられてきました。なんという素晴らしいあれですね。面白すぎますけどね、花束を渡しなさい。お花はいいですね、嬉しい。お花、花、あ、またお花が、花がたくさんだ、ありがとうございます。お花いい、なんか教えがすごいな、教えですね。お花ありがとうございます。花束、花束、花束、なんかなんかエッグとか書こうかなとか思ってるんですけど、花束、花束ね、難しいな。竹久さん、貴重映像、そうですよ、今の貴重映像でしたよ。特賞とかしましたか、貴重映像。もうなんか初めてのあれはないですからね、初貴重映像ですよ、本当にもう。なんだこれ、プジジさんのこれはバラですか。しかもかける10って書いてある、10個もありがとうございます。バラ、バラですか、これは合ってますか。ありがとうございます。あ、プレゼント返し、プレゼント返し、イエーイ。プレゼント、今投げキッスのプレゼント。プレゼント返し、嬉しいな、ありがとうございます。お互いサンタさんですね、サンタさん同士、プレゼント、サンタさんのプレゼント同士ですね。バーンって飛んでる、おは、お花じゃなくて何でしたっけ、これ星が飛んでる。あー、これなんかピョンピョンってなるの面白いですね、これ嬉しい。サンタさん効果ちょっとありましたかね、12月のサンタさん。あ、もうやばい、サンタさんです、サンタさん。なんか冬イルミネーションとかもすごいですよね、街がキラキラになっていく、冬は、冬はイルミネーションが多いですね。キラキラしてますよね、冬って。寒くて嫌だけど、な、季節は何が好きですか、皆さん好きな季節。私は秋が好きですね、いい感じの気温で秋が好き。ププジーさん、何歳まで実際のサンタさんからプレゼントもらってましたか。サンタさんですよね、高校、かな、2年生かなくらいまで もらってました、サンタさんからプレゼント。ちゃんとベッドの横に靴下を置いてそこに入れてくれるんですよ、ちゃんとプレゼントもらってました。いいです、クリスマスプレゼント、いいですね。なんかクリスマス、なんか行事でもらうプレゼントもいいですよね、サンタさん、サンタさんっていいですよね。サカッチさん、秋です、秋です、一緒です、私も秋が好きです。お、沼津さんも秋、秋がいい、いいですよね。なんか春は私花粉症なんですよ、だから気温的には暖かくもなく寒くもなくちょうどいいんですけど、花粉が辛くて春はあんまり好きじゃないんですね、だから秋です。高知さん、秋の服装が好きです、わかります、秋の服装。なんか寒すぎるとコートを着ちゃうから、毎日なんかコート2種類ぐらいしか、 2,3 種類ぐらい、2種類ぐらいしかないですね、なんか同じようなになっちゃって、秋とかだとこうパーカーとかニットとかいろんな服できますよね。秋の服装好きなの分かります、でも秋の服装って本当に一瞬で終わっちゃうからちょっと切ないですよね、好きなのにすぐ終わっちゃうみたいな。
ありますよね。プップジーさん、梨がやたら好きなんで俺も秋る。おお、秋、秋率高いですね。やっぱり秋いいですよね。梨が好きな、でも梨わかります。リンゴより梨派ですね。あのみずみずしい感じって言うんですか。ヌマットさん、美味しい食べ物が、あ、秋は美味しい食べ物多いですよね。あの何でしたっけ、あのなんとかご飯、栗ご飯とかそういうの好きです。秋の食べ物って美味しいですよね。皆さん何が好きですか。季節、季節、季節何が好きですかとかいう投票とかってつまんないですよね。この投票機能、昨日使ってめっちゃ面白かったんですよね。こうポンポンポンみたいな、何がな、どの季節が好きですか投票とか、つまんないですよね。和田さん、秋いいよね。冬は寒すぎ、わかります。もうそろそろもう寒いなっていう時期ですね。本当はもう12月入ったらめちゃめちゃ寒いっていう時期なのに、一応今年は暖かい方を、これでも寒すぎは嫌ですよね。ププジージーさん、でも鍋も好き、わかります。鍋もいいですね、キムチ鍋とか。鍋も好き、わかりますね。冬はやっぱりもう結構な頻度で鍋になっちゃいますよね。ご飯が入れて温めてみたいな。竹久さん、竹久さん、過ごしやすい季節、わかります。秋は過ごしやすい季節ですね。夏は暑すぎますもんね、汗かいちゃう、すぐ暑くて。夏はでもなんかこういいですよね。夏も冬より行動力が夏の方が出ますね。冬は寒くて本当にもう布団とかから出たくなくなっちゃう。沼田さん、いろんな味の鍋ができるから万能やね。わかりますね、鍋は本当にいろんな、しゃぶしゃぶとか、しゃぶしゃぶ合ってますよね、鍋ですよね。いろんな鍋やりますよね冬は。だから飽きないのかな、いつも鍋でも。ふぶじじさん、好きな鍋の具は、鍋の具は肉団子好きです。おでん好きです。鍋じゃないか、おでんは卵とちくわぶを食べちゃいます。それは鍋の具じゃないかな、おでんになっちゃう。鍋は肉団子入れてほしいです。しゃぶしゃぶとかしちゃう裸のおばさん、もうクリスマスも、そうなんですよ、さっきもそう、早すぎますよねって、早めのクリスマス、早めのサンタさんですよねって言ってちょっとつけちゃったんですよ。さあ、ここにもサンタさんいますもんね。ちょっと早い、気が早いサンタさんってことで許してください。まだ12月2日なのに。ふふっ、ひささん、冬は動きたくなくなるよね。そうですよね、もう本当に出れない、お布団から出れないし、この暖房みたいのつけちゃうとそこでこうやって温まっちゃって動かなくなっちゃいますよね。沼津さん、寒くなってくるとだんだん起きるのが億劫になります。慌ててくる、わかります。起きたくなくなっちゃいますよね、もう寒いし、こう布団をこう、はい、はいだ途端もう寒くて、もう一回こうかけちゃいますよね。なかなか出れないのはわかります。寒いわって嫌ですよね。でも街は綺麗、冬キラキラしてて、こう家の周りとかも結構なんかイルミネーションとかしてる人とかいて、すごいすごいなと思いますね。家がキラキラしちゃう。プップジジさん、ちくわぶって昔東京くらいしかなかったらしいよ。そうなんですか、ちくわぶ東京発祥なんですか。ちくわぶ東京にしかなかったんですね。
ちくわぶでも美味しくないですか？なんかお腹にたまるし、ちくわぶって何が好きですか皆さん。おでんの具、大根かな。大根も美味しいですよね。味が染みてると大根も美味しい。お、3366人も行ってるぞ。すごい、ありがとうございます。ハンタさん効果もありますかね。ハンタさん、ブジジさん、ちなみに俺も上京するまで食べたことなかった。あ、そうなんですか。どこに、どこの辺だったんですか、上京する前は。ないんですね、東京にしか。あ、東京、私は神奈川なんですけど、こっち側ってことですよね。3403人もありがとうございます。一応もう一回ご紹介しようかな。今日初めましての方も6時半だいらっしゃると思うので、もう一回自己紹介をしたいと思います。とエントリーナンバー6番のニックネームがロックちゃんです。神奈川県出身の、20歳です。身長は160センチで A 型です。と特技はバドミントンと腕相撲。バドミントンやっていたので腕相撲が強くなりました。腕相撲対決をしたい、 SK 入りしたいですって二次面接で言いました。腕相撲対決したいですっていう人なかなかいないですよね。ちょっと言いましたね。で、趣味がドラマ映画を見ることです。だから何かおすすめがあったら皆さん教えてください。お願いします。マットさん、ずっと東京在住だからちくわぶが当たり前のように入ってたわ。わかります、私もちくわぶはいるっていうイメージですね。おでんにおでんと言ったらちくわぶを選んじゃうみたいなところありますね。皆さんもよかったらコメントを、何でも、なんか質問とか何でもよろし良いので、よろしければコメントもお願いします。ふうじりさん、兵庫県出身。あ、兵庫県なんですね。関西弁ですか、関西の方。いいですね、関西。兵庫県行ったことないな。行ったことないところが多すぎて行ってみたい、いろんなところに。よかったら皆さんどんどんコメントをしてくださいな。すいませんね、お願いします。あ、やばい、ピンポンが来た、ピンポンが来ました。すいません、今誰もいなくて、家に私しかいないんですよ今。すいません、なんか鳴っちゃった。誰もいないんですよ今。すいません、すいません。誰だ、わからないか。荷物ですね、完全に。わからない、誰もいない、すいません。うん、うん、いる。荷物届いてそうなんですよ。取り行ったら、取りに行けない。え、取りに行った方がいいんですかね。え、許すになっちゃう。でもなんか1分以上開けないでみたいな書いてあったから行けない。ごめんなさい、今心で謝ってます、ごめんなさいって。許すになっちゃう。お母さんの荷物だと思います。でもごめんなさい、でも1回しかピンポン来なかったから大丈夫かな。そうですよね、名前言われそうだからやめたら。そうします、ごめんなさい、許す、ごめんなさい。ちょっと戻ります、こちらに。はかっちさん、ハロウィンは仮装しましたか。ハロウィンは仮装しましたね、友達と2人であれに行きました、サンリオに行きました、ピューロランド、ピューロランドに行きました。ハロウィンはピューロランド可愛いんですよね。なんか仮装するとちょっと安くなるみたいなやつがあって、あれに行きました、サンリオに行きました、ハロウィン。
ハロウィンの時期はみんな仮装してますよね。いろんな仮装があって、あ、大丈夫だ。イルスカイ、イルスカイ、イルスナイしちゃった。おお、これはなんて読むんですか。マルジョジュニアさんですかね。すみません、英語が難しいな。パールさんみたいな感じ。大丈夫ですかね。すみません。メリークリスマス、メリークリスマスです。すみません、早くて気が早い、メリークリスマスです。気の早いサンタさん。チカチさん初見です、かわいい、ありがとうございます。初見ですって、ありがとうございます、見に来てくれてありがとうございます。すいません、初見で来てくれたのに、なんかサンタ帽とかかぶっちゃって。プープージジさん、声が漏れたら、漏れなければかな、大丈夫や、ちょっとやめときました。サカチさん、名前言われそうですよね、なんかあるといけないのでやめときました。ボールさん、合ってますか。こんばんは、ありがとうございます、来てくれてありがとうございます。サカッチさん、何の仮装をしたんですか。あ、何でしたっけ、あれはなんかナースみたいなやつですかね。ナースみたいなやつです、なんかハートがついてた、白と赤だからナースですかね、あれは。それもなんかドンキーに行って、友達と2人で何するって、なんか1000円コーナーみたいなやつがあって、あさって買いました。仮装したいよねっつって。ハロウィンの時期みんな仮装するじゃないですか、だからしたくなっちゃうんですよね。ナースみたいなやつでしたね。沼津さん、英語が弱いのね。そうなんですよ、すいません、バレちゃった。英語読めないですね、弱い。英語勉強 したいですね。なんかさっきも旅行とかの話したじゃないですか、やっぱ英語ですよね、喋れる方がいい。沼津さん、え、あ、ちまいちゃい、読みました、すみません。藤井さん、普通のナース、ゾンビナース、普通のナースです。なんかハートついてるナースみたいな、でも顔の傷メイクとかそういうのはしなかったですね。そのまんまで服だけ着てみたいな感じでした。全身仮装するとなんか良かったんですよ、サンリオだから買いました。傷メイクみたいな、高校生の時に傷メイクやって、もなんか友達がめっちゃ傷メイクが上手い子がいてやってもらって、あれすごいですよね、傷メイクの本当にやってる人とか、本当に怪我じゃないみたいな感じの人いますよね、たくさん。ハロウィンはもう一番遠い行事になってしまった。来年かな、また。あ、9時からじゃない、8時からまた配信しようと思ってるんですけど、どんな髪型がいいですかね。いつも髪型の話聞いちゃう。なんかこの間前とかポニーテールとかしたじゃないですか、なんか初めて9時とか8時過ぎの時間に配信ができるので、今日ちょっとどんな髪型がいいですかね。ポニーテールにしようかな、ツインテールがいいですかね。どうしようかな、どうしようかな。もしよかったら皆さん8時からももう一回やるので見に来てくれると嬉しいです。タカさん、ポニーテールいい、ポニーテールいいですか、ポニーテールにしようかな。ふみりさん、画像と一緒でストレート、あ、画像ってあれですか、あの潜在写真みたいな、なんつうんでしたっけ、なんつう、あの2時の時に撮ったやつですか。あれ一応巻いてるんですよ、髪の毛片耳かけて、この下の方だからこの配信の時も多分見えないと思うんですけど、結構長めでここまであるんですよ髪の毛が、だから巻いてるんですよ、あれも一応長いんですよね、ちょっと今。
ここまで読んだかな。あ、またポールさん、お元気ですか。お元気です、元気です、見に来てくれてありがとうございます。ちょっと前髪が変になっちゃったかな、大丈夫かな。あ、やっぱお腹鳴った、お腹鳴った、お腹鳴った、お腹鳴っちゃった、聞こえましたか、すいません、お腹鳴っちゃった。沼津さん、自分の一番お気に入りはこっちも、何が来るか楽しみだし。そうですね、じゃあ楽しみにしてください。お気に入り、お気に入りで行こうと思います。またちょっとかぶっちゃったらすいません前と。サカッチさん、宅急便間の1時間で受け取れるといい。多分無理ですよね、何だったんだろうか、気になっちゃう。沼津さん、聞こえましたか、お腹の音、もしかして。すいません、お腹鳴っちゃった、すいません、すいません、あと1時間この間で食べます。ププジジさん、 P じゃなくて R だよ。あ、 R か、んラウルさん、あ、ほんとだ、ラウルさんか、ありがとうございます、読み方ラウルさんですね、この男の人のこのアバターの方、読めた。高橋さん、きっとクリスマスプレゼントね。クリスマスプレゼントをくれるような見た目じゃなかったな、あの画面に映ってるのが。ラウルさん、はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます。初のあれでサンタさんですいません。沼津さん、1時間の間で私もご飯食べてくる。おお、ご飯食べましょう。まあ夜ご飯何ですか皆さん、夜ご飯は。夜ご飯の時間ですよね、もうこの時間を割いてまでありがとうございます、見てくれて。夜ご飯タイムですよね。あ、またお腹鳴っちゃった、やばい。サカッチさん、鍋です。おお、鍋、さっき鍋の話、鍋トークしましたね、いいな鍋。何鍋ですか、鍋もう作ってますか、これから、これから作るのかな、7時だからちょうど日、夜ご飯の時間ですよね。 PSP3 さん、あとなんか餃子を作る、え、餃子を作る、いいな餃子。餃子を作るんですか、皮をこうやってやるやつですよね、こう肉を入れてみたいな。餃子作るんですね、もう最近もう温めるなんか餃子しか食べてなくて、作りたいな餃子。ちっちゃい時は結構餃子お母さんと作ったりしたんですけどね、いいな餃子。トーナさん、お鍋食べながら見てました。お鍋食べながら見てたんですか、さっきお鍋トークしたんですよ、お鍋トークしてましたよね。お鍋食べながら、何鍋食べてるんですか、お鍋いいな、お腹すいた、お鍋食べたいな。サカッチミルフ、サカッチすみません、サカッチさん、ミルフィーユ、ミルフィーユ、ミルフィーユ食べてるんですか。ミルフィーユはあれですか、食後のデザートですか、ミルフィーユ。あ、え、ミルフィーユ、鍋がミルフィーユか、あのあれか、あの何でしたっけ、キャベツ、レタスをこう肉とみたいなやつでしたっけ、なんか前 CM でやってましたよね、あれじゃないですか、肉とキャベツみたいな。博士、ロックちゃんのご飯は蒙古タンメンですか。蒙古タンメン食べます。今日今お母さんいなくて、夜ご飯も多分作ってないと思うんで、蒙古タンメン食べたいですね。蒙古タンメン食べちゃおうかな、夜ご飯蒙古タンメンって。でも大丈夫かな、でも食べたいものは食べますね。ラウルさん、 SKE48 すごいね、すごいんですね SKE48 さん。今回も9期生の皆さん可愛くて、 SKE さんすごいですよね。うーん、
高橋さん、いやミルフィーユ鍋、あミルフィーユ鍋、高橋さん白菜だね、白菜か、藤井さんは白菜だよって、白菜だ、白菜とかキャベツとかレタスとかこう同じ見た目なことないですよね。鍋は白菜ですね、間違えた、いいなー鍋、ミルフィーユ鍋やったことないですね。キムチ鍋が多い気がする、いえ鍋いいな。なんかご飯の話さっきからしすぎて本当にお腹が空いてきちゃう。藤井さん、あ料理できない感が出た野菜の野菜が同じに見えちゃうところですか料理できるようになりたい、修行が必要ですね、料理の修行が。教えてもらおうか、お母さんに。ソノンさん、48グループで憧れの先輩って誰ですか。48グループ全体だと白間みるさんが好きです。 NMB の白間みるさんが好きです。ムカッチさん、作るのに手間がかかるからね。あ、そうですよね、だってこうやって白菜、肉みたいなことですよね、ミルフィーユってすごい。んー、鍋か、鍋こう鍋の素みたいなの買ってきてこう野菜入れてお肉入れてみたいなのあるんですけど、ミルフィーユとか絶対すごいですね、こうやって。ナウルさん、 SK48 推しメンは SK48 さんの憧れの人は松井ジュリナさんです。ジュリナさん中学生の時に見て、すごい年も近かったのにすごいもうオーラとかもずっとですけどあって、そういうオーラのある人になりたいです。ダンスとかもキレキレだし、そうです。ふふじいさん、鍋作ってみたら切るだけだし、そうですよね、包丁が使えれば鍋、鍋作ってみようかな。鍋作ったらまた報告しますね。ちょっとこのあと3日間、今日入れて4日か、でできるかはちょっとできないと思うんですけど、また機会があったら報告したいですね、鍋作ったよって。これなんて言うんですか、北新一緑流さん、すみません、ちょっと漢字がいっぱい、どこで区切ればいいんですかね、これ北新さん、北新一、すみません、サンタさん投げキッスください。さっきも投げキッスしたんですよ、投げキッス、恥ずかしいですね、投げキッス、サンタさんからの投げキッス、投げキッスいきます、ペッペッ、投げキッスって、投げキッス、すいません、ちょっと投げキッスは照れちゃうな、すいません、恥ずかしくなっちゃうな、こう投げキッス、サンタさんの格好してるのにすいません、こでも下はちょっとパーカーなんですけどね、雑なわけじゃないですよ、投げキッス投げキッス、ペッ、どうですか投げキッス。さかっちさん、これは、あ、包丁ですね、包丁持ったことありますか。包丁一応ありますよ、中学高校とかの調理実習であります。なんか包丁のテストとかもありました、千切りのテストみたいな、多分ちょっとできなかった記憶があるんですけど、一応包丁持ったことありますよ。あとなんかあれですよね、チョコとか切るときもこう包丁で切ったりしますよね、溶かすみたいな。あ、でも手かな、手か、あれはちょっと間違えちゃいました。でも包丁持ったことあります、一応千切り。ラウルさん、 SK48何歌好き、歌ですか。歌は青空片思いが好きです。あと恋を語る詩人になれなくても好きです。あとでちょっとサビだけとか歌おうかなとか思ったり、思ってる思ったり
サビとか、まだ歌、さっきこの間も歌って言ってくださって歌、歌を歌いたいですね。歌おうかなって思ってます一応。皆さん嘆きその雑じゃない、さっきも言ったねこれ。ちょっと恥ずかしい、すいません投げキッス、さっき投げキッスくださいって言ってくれた方大丈夫でしたか、さっきので。なんかその投げキッスしてるところ親がいなくてよかったねそうなんですよ、誰もいないんですよ今。なんかでも親も映らないようにみたいな感じなので、いない時に配信してますねいつも。皆さんじわじわ染み出るポンコツ説すいません。そうなんですよ、二十歳だからもうちょっとしっかりしてる。ここ見えますか、あれですけど、お4054人もいってる、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんよかったらフォローもまたしてないよっていう方がいたらぜひしてくれると嬉しいです。あと次は8時からやりたいと思っているので、途中もそちらも来てくれると嬉しいです。あとコメントもどんどんしてください、コメントも待ってます、コメント。あとハッシュタグをこの間決めて、ハッシュタグロックちゃんっていうのに決まったので、よければこれで宣伝とかしてくれると嬉しいです。今日はサンタさんにしてみました、すいません。サンタさんで52分だ、田中井さん、さかっちさん、8時のも行くよ、ありがとうございます、嬉しい。沼田さん8時 OK、 これも宣伝しとく、ありがとうございます、宣伝ぜひお願いします。嬉しい、来てくれる、ありがとうございます。ラウルさん、松井ジュリナ可愛いです、可愛いですね、美人さんですね、可愛い方がもう本当にたくさんいる。福岡しげるさん、はい、ありがとう、また来ます、また来てください、ぜひまた来てください、嬉しい、また来てくれるときは嬉しいですね、ぜひ来てください。うーん、とこれつけたままでいいかな、最後まで。あ、星が飛んでる、ありがとうございます、お星様がたくさん、ありがとうございます、いっぱい飛んでる。もうそうですね、じゃあコメントじゃなかった、すいません、ランキングを読みたいと思います。ライブランキングの方ですよね、ランキングを読ませてもらいます。13位、ロキさん、ありがとうございます。12位ナースケさん、ありがとうございます。あ、やばい、なんか変なお知らせ。11位が佐藤健さん、ありがとうございます。10位が末藤さん、ありがとうございます。ちょっと前今日ちょっと不調だな、末藤さん。9位がソノンさん、ありがとうございます。8位が沼津さん、ありがとうございます。7位がもっちぷーさん、ありがとうございます。皆さん今日も来てくれて嬉しいな。6位がポンタさん、ありがとうございます。5位がごはてなさん、ありがとうございます。4位がぷっぷじじさん、ありがとうございます。3位が PSP3 さん、ありがとうございます。2位が福岡しげるさん、ありがとうございます。1位がさかっちさん、ありがとうございます。ありがとうございます皆さん、
皆さん学んでる。そうですよ、この間ちょっと間違えちゃったので学びましたよ。皆さん、ふみさん、よし次の配信でも隙を見つけて投げキッスリクエストしよう。投げキッス、ちょっと頑張ります。沼津さんお疲れ様、また後でね。また来てください。次は4191人もいた。ありがとうございます。皆さん本当にありがとう、見てくれてありがとうございます。次の配信は8時からやりたいと思っているので、皆さんぜひ見に来てください。ありがとうございました。また後で。歌楽しみにします。歌うかも。お疲れ様、坂地さんお疲れ様です。藤井さん配信ありがとう、ありがとうございました。マチブヨさん、また8時に来てください。ラウルさん、おやすみなさい。おやすみなさい、寝ちゃうんですか。おやすみなさい。皆さんありがとうございました。